こんばんは。 TBS ラジオ金目純のマジックアワー、今週も僕のお気に入りの場所、ここハイアットリージェンシー東京ベイエとやってきました。そしてお相手はこの方。こんばんは、 TBS アナウンサーの近藤佳子です。都心から車でおよそ30分のハイアットリージェンシー東京ベイ、今週もエグゼクティブオーシャンビューテラススイート1007号室からお送りしています。はい、加古ちゃん、今週もよろしくお願いします。お願いします。そしてお客様は俳優の的伏せいさんです。こんばんは。こんばんは、的伏せいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は忘れてませんよ。何1週間経ちましたけども、先週の終わりに、はい、来週趣味を聞くと言って終わったと思うので、無趣味だとおっしゃっていた的伏さん、が多いな。趣味を教えていただいてもいいですか。はい、まあ、すごい絞り出したんですけど、はい、そういえば私の観葉植物、はい、土いじりが好きで、結構柔軟鉢、あのベランダだったり、あとは、うん、あのリビングの方に大きな観葉植物を育ててたりするので、うん、はい、それぐらいですか。素敵な趣味ですね。すごくないですか、柔軟鉢も、はい、いろんな種類の。そうですね、あのハイビスカスだったら赤、黄色、紫だったり、なんかいろんな、うん、なんか色によって全然なんかこう受ける印象が違うので、もともと母が土いじり好きで、その影響で、うん、最初は観葉植物から入って、うん、お花になって、うん、ちょっと家庭菜園というかプチ、うん、ミニトマトを育てたりとか、そういうふうにだん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 こう変化してってるんですけども、はいはい、なかなか長生きさせるの難しくないですか。そうなんです。だから結構地方公園、地方に撮影行ったりとかすると、うん、もう気になって気になって天気とか調べちゃって、うん、だからちょっと水あげに来てもらっちゃったりとか、はい、結構してますね、うん、はい、いや、これで的伏さんの趣味が、趣味もね、明らかになりました。よかった、これで誰も興味ない。1週間なんだろうと思ってもぞもぞ、またもぞもぞしておりました。リスナーの皆さんはい、さて今週は的伏さんのプライベートにさらに迫っていきたいと思います、はい、うん、はい、人生に欠かせない3つを教えてください。一つ目はですね、はい、私犬を飼ってるんですけども、はい、愛犬おもちっていう名前のパグ、はい、女の子7歳です、はい、パグ、はい、SNS で拝見してます。あ、本当ですか、かわいい、ありがとうございます。ってことは白いんですか、おもちって。白い、あ、白い名前からのあれです、はい、顔はあのこんな感じです。そう、舌を出してます。なんかいつもベロが可愛いですよね。パグね、舌がですね、すっごい出てて出ます、ね、しまんないんですよ。だから常に舌はベロンって出てて、出てて、なんかそう愛嬌たっぷりの顔なので、うん、なんかもう笑っちゃうんですよね、ついこの顔を見ると。だから疲れも吹っ飛ぶというか、うん、はい、癒されております。はい、二つ目は何でしょう。二つ目はですね、はい、私白米です。 お米、お米がもう大好きですね。お餅でお米、ね、まあそうですね、はい、はい、はい、というと、もうこの時期となると新米の便りが聞こえてきますけども、昨日も新米いただいたんですけど、うなるほど美味しい。ね、どうやって食べるんですか、うん、お米だけで食べるんですか。私はもう塩だけかけてとか。そうなんです、もう最後の晩餐はもう塩結びって決めてるぐらい、もう具がいらないんです、本当に美味しいお米って。なのでちょっとお塩と、うん、もうね、おにぎりで、もうそれが贅沢です。いや、はい、金目さんのベストご飯のお供何ですか。何ですか、白米のお供、うん、なんだろう、明太子。あ、明太子だったらもう何倍でもいけます。元部さんの食へのこだわりってありますか、はい、うん、食へのこだわり、どういうことですか、食へのこだわり、はい、例えば健康的なものを食べるとか、野菜は絶対、うん、お魚を多く食べるとか、スムージーを朝に飲みます。ごめんなさい、言い方がちょっとあれ、ね、違う、でも普通にスムージー飲みま す、ね、イメージが、はい、なんかその例えばオーガニック系なのとか、はい、割と野菜は、うん、サラダから食べるのとか、うん、むしろ白米だったりお肉からいきますみたいな、もう好きな炭水化物が大好きなんですよ、はい、まあ、お米だった麺類だったりなので、うん、炭水化物祭りみたいな、うん、もう3食ずっと炭水化物を食べてますみたいな人間なので、そうなんですか、意外と、あ、そう、なんだろうな、健康
を考えてっていうものよりは自分が欲してるものを食べるし、ジャンクフードも好きなので、もうポテトチップスとかも大好きですし、もう甘いものとかも大好きなので、もうバラバラです。へ、でもそういったら太ったりなんかちょっと、うん、そうですね、もうブツブツ顔んできたりします、ね、します。もう本当にスポンジみたいに体も変わるんですけど、うん、まあ、役に応じて、うん、それはまあ節制しないと、ね、いけないときはするので、そういうのは控えめにするときはそうやってスムージーを飲んだりとか、うん、はい、飲みますか、やっぱりサラダだったりとかもするんですけど、サラダ食べたりします。反動がすごい。なるほど、はい、そうですね、はい、でもうどんも好きなんですよね。そうなんですか、なべさん。うどんのことが聞きたいんですよ、私。急に男役出てきた。空飛ぶかと思いました、今のポーズ。今ステージ、オーケストラが見えましたよ、ね、はい、私うどん好きなんですよ。渡すうどんが好きっていうのも、香川県急うどん愛が香川県に、はい、2,3 年前だと思うんですけど、ドラマの撮影で、まあ、何週間が行ってたのがきっかけで、はい、本場の讃岐うどんを食べたんです、うん、ありがとうございます。おいしい、ありがとうございます。おいしくて、もうハマってしまったんですね、はい、なんかもちもち感と喉越し、うん、大好きと思って、うん、でもなかなかその香川に行くタイミングがなかったので、うん、今は東京ミッドタウン、六本木にある、はい、地下にある、はい、いぶきうどんっていうところが香川のおうどんなん、そこに今は香川県に行ってるかのように通ってるんですけども、 ありがとうございます。もう要さんが、まあ、近場で食べれる、はい、香川まで行くのはなかなかね難しいので、はい、近場で食べれる、はい、ここおすすめみたいなうどん屋さんありますか？うどん屋さんね、はい、よく紹介してるのは、はい、鬼ヤンマかな。鬼ヤンマどこにあるんですか？鬼ヤンマ今はもう結構いろんなところあるじゃないですか。店舗いろんなところに、ボタンダ、ボタンダ中根、いろいろありますね。鬼ヤンマって書いちゃいました。ただね、立ち食いなんですよ。あ、いいじゃないですか。女性の方はちょっとあれかなと思ったりするんですけど、いや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 、あんまいらっしゃらないですけど、さっと食べてっていいんですよ、全然、はい、ああいう麺類とかは、はい、うわー、すだちが乗ってて、これはだからたまらない。いぶきうどんもそうですけど、はい、やっぱさぬきうどんっていりこだしじゃないですか、はいはい、ここの鬼ヤンマもいりこだしで絶対に行きます、はい、僕1日3回行ったことあります。すごい。あ、でも、うん、分かります。なんか食べて、すぐお腹すくじゃないですか、はい、うどんって。すきます。だからちょっと、まあ、肉うどん、まあ、いろいろ種類あるんで、はい、まあ、かしわとかいろいろあるので、はい、好きなのを食べてください。その中でもおすすめの要さんの鬼ヤンマ、トッピング、むずい、これはむずい。これは本当に僕が死ぬ時に言います。あ、分かりました。じゃあもうその時まで待ってます。分かりました。そうなんだ。そう、キッチンが見えるんですよ、作ってるの、うん、あ、はい、だからね、食べながら次あれ食べようって、ちょっと夢が膨らむわけですね。そう、あれがで、オペレーションがいて、こうこの字になってるんで、出されるんですよ外に、食べたら食べ終わって、はい、そのまままた食券買って入るっていうパターンもあります。ぐる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 、ちょっと散歩行ってまた戻ってきてっていう。私もそのいぶきうどん行った時に、はい、目の前の女性の方が何回か通ってらっしゃるっぽくて、うん、もうなんかスムーズなんですよ、段取りが、うんうんうん、バババババって、うん、で私はなんか明太子うどんを頼んでしまったんです、はい、その時。でもその方はすだちで本当ぶっかけみたいな、はいはい、単純な、美味しそすぎて、うん、その次の週にそれを頼みました。やっと食べられた。そう、だからそういうことですよね。やっぱりそのね、通の方がいらっしゃって、はい、シンプルイズベストですね。楽しみ、行き前が膨らむ鬼ヤンマ。鬼ヤンマ、鬼ヤンマ、はい、今日の帰り行ってください。あ、嬉しいな、ちょっとお腹すいたんで鬼ヤンマ行きたい。はい、すいません。人生に欠かせない3つ目は何でしょう？3つ目は、3つ目もういいですよ。え、もう、飽きました。マトブに、マトブに飽きました。リアクションが好き。リアクションありがとうございます。ラジオなんてそこまで大きいリアクションしなくても、映像を与えしたいです。大丈夫です。今すぐずっこけたんですか？3つ目何ですか？3つ目は、まあ、
こんな感じで笑いです、はい、好きなんですね笑い、ま、お笑いが好きっていうのもあるし笑ってることが好き あと笑う時間が好きっていう感じです、うん、だから人と笑ってる時間が好きっていう意味の笑いですね、うんうんはい、何かそのお笑いのライブとかを見に行ったりもなさるんですか。あ、私あのもともとテレビでずっとその、まあ、宝塚時代から、うん、あのバラエティとか見てたんですけど実際に見たことはなかったんですよ、うん、あライブで劇場に行って、はい、なので去年新宿ルミネの舞台に一人で、はい、あら、当日決めてルミネ座吉本です、はい、そちらで見させてもらったんです、一人で行ってチケット買っていかがでした生ライブ最高でした一人で大笑いあれなんかあの時間ってなんだろうなテレビで本当に毎日のように活躍されてる芸人さんとかもその劇場にいらっしゃるんですけど、うん、あの小屋であのそのライブを見に来てるお客様と同じ時間を共有して笑いに包まれてる時間ってなんて贅沢な時間なんだろうと思って、うん、最初一人で行くってどうだろうと思ったんですけど、うん、もう大笑いしてました、うん、だからハマっちゃったんでまたちょっと近々行きたいなと思ってます。ストレス発散にもなりますし、ね、はい、やっぱり笑うことってエネルギー使うんですけど、うん、だからいい意味で疲れるんですけど、うん、大事だなって、うん、本当ですね。なんか生きてるなって思うんですよ。なんか幸せな疲れというか笑い疲れたよって言いたいですよね。はい、だからたまに腹筋割れてることあるんですよ帰ったら笑い信じてもらえないんですけど、いやいや、それもともと割れてるんじゃないですか。宝塚時代に割れてたみたいで、はい、それがだんだん12年経ってブヨブヨになってるんですけど、だけど笑い終わった帰ったらここに線がついてるんです、はい、笑いトレーニング法ですね。そうなんです。だからそういう筋トレとかじゃなくても笑いだけでなんか体が、うん、でもトレーニングされて今日もたくさん私たちマトブさんに笑わせていただいてるので、帰ったら割れてるかもしれない。多分僕はもう2パックに割れてる横にピー本当にすいませんこんなんで申し訳ないと思ってます。はい、都心から30分、舞浜のテーマパークにもほど近い絶好のロケーションにそのホテルはあります。ようこそハイアットリージェンシー東京ベイへ。おや、目の前の海が見渡せる大きな公園から戻ってきたファミリーがいますよ。これからのご予定は？レストランへ、ディナーへ行くの。大きいテレビでアニメ見る。屋上のルーフトップバーに行ってみようと思って。いいね。夢はもう始まっていますね。ヨーロピアンダイニングや特別なクラブラウンジなど。マトブさんの忘れられない旅を2つ教えてください。はい、あの1つ目はですね、今年の5月頃だったと思うんですけども、はい、両親とあとお餅と行った、うん、あの山梨県にある犬も泊まれるという温泉宿に、まあ、ちょうどその、まあ、父の日母の日っていうのも近かったので、そのプレゼントとしても行ったんですけども、久々にそのまあお餅にとっては家でゆっくり休むことが一番ね、安心して寝れるとは思うんですけども、やっぱりそういうちょっと自然のところに行って広いドッグランでねとか、あとお餅も入れるお湯だったりとか、そういうところで家族で、まあお餅も入れるレストランだったので、そこでお餅用の犬用のご飯っていうのも作っていただいたので、もう張り切っちゃって張り切っちゃって、こんなでわからない、伝わらない仁王立ちになってて、みんなでやっぱそうゆっくりする時間ってなかなか取れなかったので、それはまあ、 あの私にとってもいい時間ではありましたね。はい、ですね。2つ目は何でしょう。2つ目はですね、あの今年の6月にちょっと旅行が続いたんですけども、宝塚時代からの仲間とあの大分の方、湯布院の方にあの行きましてですね、そこで新しくできたという温泉宿の方にですね、はい、行かせていただいて、はい、あの現地でそのホテルで作っている、はい、まあ、地野菜っていうんですか、うん、みんなが育てて作っているお野菜を、うん、あの目でも楽しめるようにすごく綺麗に、はい、あの色とりどりで、はい、あのちゃんとこう盛られている、うん、詰め合わせ的なことですか、はいはい、ですごく
綺麗にソースとかでこう、はいはい、なんかこうザルとかに入ってるんですか。違う、結構こうソースがアートに、アートでこうなんかすごい目でもわ綺麗とも思うし、うん、食べても美味しいっていう、うん、はい、お宿で、あとそこも自然豊かで、うん、ちょっと高台にあるんですね、うん、それでサウナもあって、でサウナ出たら本当にヤッホーっていう感じで、はい、あの声が響くほどの本当に自然で小鳥の、ね、鳥たちが鳴く声が聞こえたりとか、はい、本当に電波も、ね、ギリギリ届くかな届かないかなみたいな感じだったので、デジタルデトックスってやつですね、はい、すごくそう、まあ、時間もね忘れたりとかゆったりする時間を結構日々みんな忙しく過ごしている仲間だったので、はい、持ったのはいい時間でした。この宝塚時代のお友達ということですけども、はい、どなたと行かれたんですか。こちらはあのアラン・ケイさんという方で舞台で今活躍されている方と、うん、あともう一人は今はもう専業主婦で、鹿児島で双子ちゃんを育ててあらですね、ママさん、はい、でこの3人が結構いつも仲良くて、あのほとんど毎日連絡を取り合ってるんですよ。あら、今もですか。グループラインで、はい、なんかあったらこうだとか、なんかこっちの天気はこうだとか、そう鹿児島からの情報が来たりとか、それでみんなでなかなかやはりそういう子育てとかをしてるからしたらなかなか ね、 そうですね、日々 ね、 ね追われてるので、ちょっとみんなで行こうかっていう感じで行ったんですけれども、はい、いいですね。温泉好きなんですね。温泉大好きですね。やっぱりゆったりとする時間って大事ですよね。じゃあ割とこう 宿から出ない感じですか。はい、出ないです。あ、うろうろせずに。しないです。あ、うん、じゃあもうこの宿を一日満喫して、はい、だから結構早めにもう出発して、うん、チェックインの前に一回荷物を置いて、あのその辺を散歩ぐらいはするんですけども、はいはい、どこどこに行ってとかはなくて、なんか、ね、その土地の有名なとこ行ってとかは、はい、一つぐらい例えば神社とかは行ったらちょっと寄ろうかとかはありますけど、もうみんな結構3時だったらチェックイン、3時だったらもう入って、もうすぐ浴衣に着替えて、一回入ってご飯食べてまた入って、でマッサージ頼んでみたいな。うわ、いいですね、はい、最高だな。結構ゆったりな時間が贅沢ですね、はい、のんびりするのは好きということですけども、はい、オフの日はどういう風に過ごされてるんですか。もう本当にデブ症で全然出ないので本当に面白くない人間ですね、はい、でも散歩行くでしょう。まあ、散歩には行きますけども、うん、それ以外にどこどこに行こうみたいなのはないので、うん、あと、まあ、ちょっと悲しい話で皆さんな涙を流すことになるかもしれないですけど、ちょっとハンカチ用意してください、はい、どうしましょう。ティッシュありますか、はい、うん、まあ、友達が、うん、ほぼいない。ありがとうございます。友達が少ない。はいはい、はい、どんな感じなんだ。その大分の湯布院に行った友達ぐらいです。はい、片方の手で本当は多分いると思うんですけど、うん、やっぱりその家が好きなんですよね。まあでも本当にまあ忙しくしてるんですよ、友達みんな。お忙しいので、そうそう、ご自身がお忙しいから急にお休みになったりするじゃないですか。いや、そうそうそう、雨になったから、ね、今日撮影なくなったとか。いや、そうそう、あれ迷惑なんですよ。でもやることない。あ、そうなんですよ、うん、でも急な休みってちょっと得した、その分撮影は違う日に回されるんだけど、はい、ちょっと得した気持ちにもなって、うん、ルンってなるんですけど、はい、私は家のことが好きなんですよ、家事が好きで、はい、あの掃除とか洗濯料理とかが大好きなので、うん、あ、それができると思ったら一日もう家で家のことしてたいので、意外と休まってはいないんですよね、うんうん、あ、そうですね、家の中で動いてる。そう、家の中で仕事してる、はい、でもなんかそれでお餅と一緒にいる時間と持つので、うんうん、ほとんど出ないんですよね、うん、え、かなめさん結構行くんですか。いや、行かないです。タフっぽい。いや、休みがだから分かんないじゃないですか、はい、先の休みが分かんないので、ね、計画を立てれないので、はい、もう絶対この日はないなって、まあ、今ちょっと舞台やってるんで、舞台中なんで、うん、まあ、休演日があるから絶対この日は休みだっていうのは分かるんで、その時には友達と、まあ、行きますか。ゴルフ行ったりとかしますけど。舞台中でも、はい、素敵な音が響いてびっくりした。ファーのついこの間まで舞台やってたんで、ちょっとなんか声の音量が。行かないですか、舞台中。マッサージとか行くんじゃないですか。あ、全然行かないです。メンテナンスとかじゃなくて。メンテナンスが嫌いです僕。嫌い。嫌いって何ですか。そういうことじゃないですね。別のとこに行きたくない。あ、それでもリフレッシュされてリセットですか、うん、そうですね。あ、そういうタイプの方なんだ、うん、
すごい。それでもそれ以外はもうほとんど家で十分です。何にもしなくて十分です。何にもしなくて十分、十分です。でもその時間が贅沢ですよ ね、 そうですね。何もしないっていうのが一番ね、はい、必要な時間ですよね。本当ですよ、ね、本当にそうです。本当にそうです、はいはい、ではそろそろ今週はお時間となってしまいました。的場さん、お知らせをお願いいたします。はい、ですね、映画マッチングがですね、来年2月23日から全国公開となりますので、はい、ぜひ劇場でご覧ください。その他最新情報はオフィシャルサイトご覧ください。今週もありがとうございました。ありがとうございました。カナメジュンがハイアットリージェンシー東京ベイからお送りしてきた TBS ラジオカナメジュンのマジックアワー、今月は元宝塚トップスターで俳優の的部聖さんをお迎えしています。今週は的部さんの思い出の旅について伺いました。宝塚時代のお友達と大分への旅、うん、華やかな旅でしたね。そうですね、はい、意外でしたけども友人が少ないともおっしゃってました。そんなことないと思いますけど ね、 ね、うん、来週は的部さんの意外な直近ニュースを伺います。まさかねあんなことに悩んでるなんてね、うん、思いませんでしたね、はい、さて番組からプレゼントのお知らせです。今月も私たちが収録しているこちらのホテル、ハイアットリージェンシー東京ベイのデラックスルームペア宿泊券をご応募くださった方の中から一組2名にプレゼントします。マジックアワーに見られる夕日がとっても美しいですよ。ぜひ遊びにいらしてください。プレゼントご希望の方は番組公式 X 旧 Twitter のかなめじゅんのマジックアワーをフォローしてプレゼントキャンペーンのポストをリポストしてください。リポストするとご応募が完了します。締め切りは11月26日日曜日です。ぜひ番組への感想やメッセージも書いてご応募ください。当選者へは番組スタッフからダイレクトメールをお送りします。それではまた来週マジックアワー午後5時に居心地のいいこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は金目純と TBS アナウンサー近藤佳子でした。